はい、どうも皆さん、こんにちは。棋士紹介シリーズ、今回紹介させていただきます棋士は、君金次郎先生でございます。君金次郎九段ですね。岡山県の小島郡君村というところで生まれた、君先生なんですけども、まあ、今現在の倉敷市ですね。関根金次郎さん、13世名人華道家の お弟子さんでございますけども、ただこ の, きあの関根金次郎さんの、ね、お弟子さんもすごいんですが、この君先生の、お弟子さんもものすごくすごいものなんですね。あの羽生さんの、ねですね、実力をですね、例えば歴代で、ね、強い棋士といったら誰かといったらね、天野宗夫さんと増田幸三さんを思い浮かべるそうなんですね。その増田幸三さんと15世名人の大山先生、さらに西本薫九段ですとか、さらに村上真一、先生ですとかね、そんなたくさんのこうお弟子さんをこう抱えていらっしゃいました。特に増田幸三さんと、ね、大山康晴さんはね、今もなお語り続ける、プロ将棋界の中でも、トップ中のトップといっても過言ではないかと思います。でまた大山先生の孫弟子で、名人となった佐藤天彦さんがいらっしゃるということで、現代でも君先生の角川の系譜で1000級で活躍する棋士は非常に多いということになります。というよりも関根金次郎さん のお弟子のですね、こう系譜がですね、すごい形でね、引き継がれていまして、関根さんの将棋を君先生が、その君先生の将棋をですね、大山先生や増田先生に引き継がれ、そこからね、いろんな棋士にこう引き継がれていくわけでございます。では彼のプロフィールについてこう見ていきましょう。虎徹賞の子として生まれます。20歳頃までは実家にいて真剣士というものをやっていたらしいです。ちなみに真剣士と言いますのはですね、あまり聞き込みがないと思うんですけども、これは賭け将棋、賭け麻雀といったテーブル、ゲームの賭博によって盛況されているものということでございます。まあ今の時期としたらね、ちょっとあれなのかもしれないんですけども、この真剣士をしていたらしいです。後の13世名人関根金次郎さんにひとひねりされまして、将棋の勉強を始めまして、1914年家業を経て、捨てて上京します。関根金次郎さんのお弟子さんに、なるということで、ここからプロ棋士となります。第一次世界大戦後に虎徹の相場が再び上昇したため、大阪に戻り虎徹賞を再開します。しかし将棋と力仕事の両立が難しいことから、虎徹賞を辞めて将棋界の道に、一本ということになります。大阪では大阪毎日、大阪朝日新聞属の坂田さん吉に対抗し、大阪毎日新聞のスター棋士となります。受け将棋で関西棋士の大御所として人望を集めたということです。1924年八段に昇段します。1937年、上京し、八段の全棋士9名が参加する名人戦リーグに参加したんですが、高齢のために惨敗してしまいます。戦後順位戦が開始されましたが、高齢と戦災により、参戦できなくなります。1951年に、残念ながら亡くなってしまったんですが、その直後、日本将棋連盟関西本部の立ち上げに大変な尽力をしたことから、関西会館で、初めて日本将棋連盟祭が営まれます。1962年、そして、九段に、九段をですね、追贈されます。中将棋にもですね、中将棋というものがありまして、ちょっとね、変わったね、将棋がこう出てくるものなんですけども、あまり中将棋に関してはね、あまり皆さんこう見たことがないね、形かもしれませんけども、中将棋、大将棋とかね、こういうのがあるんですけども、この中将棋に関しましても、かなり、やっておりまして、弟の英次郎とともに教えていたというふうに言われております。英次郎と大山先生が、大山さんが四段に昇段するために頻繁に、中将棋を指していたというですね、記録があります。また競馬の動きを八方形にする小将棋になった珍しい棋譜が残っています。対戦相手は坂田三吉先生です。こちらは近代将棋昭和25年8月号に掲載されております。さらに、ユーハイムの創業者ドイツ人カール・ユーハイムと、バーでしばしばチェスもですね、戦わせたということが残っておりまして、チェスにも馴染み深いということがこうね、言われております。
で、先ほど言いました日本将棋連盟関西本部を立ち上げた、まあ第一人者ということになります。1927年5月5日主催していた棋士会を挙げて関根金次郎名人の東京将棋連盟に合流し、日本将棋連盟の創立に、参加します。大阪支部長となります。当時の事務所は君先生の自宅に設けられていました。1935年神田辰之助八段昇段をめぐり、連盟の 分裂を経るが、1936年に将棋大成会に 合同します。この時君先生は後見役に退き、神田辰之助が支部長、藤内金吾が幹事長となります。1941年大阪支部が関西本部に昇格します。神田辰之助の名人挑戦を配慮し再び支部長となります。関根金次郎さんの方々だったというですね、こう資料も残ってはいますけれども、日本将棋連盟の、棋士系統図においては、関根さんとは別系統のその人にとこうなっているんですけども、まあ、関根金次郎さんのお弟子さんであることは間違いございません。近代将棋の黎明期の祖となっている人物は、下書きの通り、最も多い11人の弟子を輩出した、名伯楽として知られまして、後に戦後の将棋界を牽引した増田幸三さん、そして大山康晴さんがいらっしゃいます。神田とともに西日本出身の棋士を数多く育てております。また系譜筋には、平成以降に数多くの弟子を輩出した、森信夫さん、この森信夫さんは村田新一さんの孫弟子さんにあたります。さらに大山先生の先ほど言ったのですね、孫として、名人だった佐藤天彦先生がいらっしゃるということでございます。で、また彼に関するですね、主な著書ということでね、将棋必勝法というものとかね、将棋初心の手引き、将棋、新定石大観、不識早指し、南将棋大全 というですね、著書も出版しております。はい、こちらの写真がですね、実際にこのユーハイムの創業者ドイツ人のカール・ユーハイムと、そして、こちら右側が君先生ということでございます。はい、というわけでね、今回の動画はいかがだったでしょうか。まあ、この方もね、非常に素晴らしい、プロ棋士さんでございます。まあ、あまりね、大山先生とかね、増田幸三さんの、まあ、裏に隠れてね、あまり目立たない存在ではあるんですけども、彼を育てたね、彼らを育てた先生でもあるということで、ぜひ知っておきたい、まあ、将棋棋士の一人なんじゃないでしょうか。ということでね、今回の動画はここまでとさせていただきます。ここまで皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは今年中に、頑張って100人を目指そうと思っております。ちょっと厳しいね、道のりかもしれませんけどもね、ぜひぜひ、もしこのチャンネルがいいなと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価のボタンをよろしくお願いいたします。それでは最後まで皆様、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。